ガーレーノルズはコミュニケーションコンサルタントでプレゼンテーションの専門家として知られるほか、京都外国語大学国際講研学部教授である。アップルのワールドワイドユーザー、グループリレーションズ担当を経て、平成28年まで関西外語大学教授を務めていた。令和2年度から奈良県立国際高等学校の名誉校長に就任した。プレゼンは、まず、 何を省くかを考えよ。プレジデントオンライン。プレジデントオンラインプレジデント。https コロンスラッシュスラッシュプレジデント,ト .jp スラッシュアーティクルズス,スラッシュダッシュスラッシュ203622018年11月1日閲覧。プレゼンテーションスキルズフロムガーレーノルズ。ドワルテ https www. ドワルテ .com プレゼンテーションスキルズフロムガーレーノルズ。 2018年11月1日、閲覧。テデックストークス、ホワイストーリーテリングマターズガーレノルズ、ティドクスキート、https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ、v=iv3bitl1szs2018 年11月1日、閲覧。教員一覧学部学科、大学院京都外国語大学。 京都外国語短期大学。www.kufs.ac.jp。2018年11月1日閲覧。レイノルズアウト、モスクエダイナットアップルユーザーグループプログラム。マックワールド。2018年11月1日閲覧。関西外語大学英語キャリア学部英語キャリア学科。2018年11月1日閲覧。ありがとうございます。